おはようございます。本日は雲がありますが青空見えておりますね。昨日はね、雨降ったり止んだりしておりまして寒かったんです。20度いかないぐらいかな。今日もね、同じぐらいの気温で、まあちょっと日差しがある分、お外にいるとね、心なしかあったかいんですけど、まあ風が冷たくて、まあうち基本的にね、いつも窓全開にしてるんだけど、お父さんブル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 震えてましたね。サムちゃんもね、サニ君も寒いみたいでね、あったかいところをね入ってねんねんしておりますね。まあということで、本日はちょっとね、お買い物出ようかなと思っておりますので、この前ね、刃物が買えなかったから、まあとりあえずね、お家のことやらなんだりしながらですね、時間見てね、お買い物出ようと思います。ただいま3時半ぐらいかな、お買い物に行ってこようと思います。うちのね、お隣さんがフォーセール、フォーリースで両方で出てるんだけど、どっちなのかな、すぐ決まったからリースなのかもしれないけど、多分新しい住人の方がねいらっしゃってるのかな、見に来てるっぽいですね。まだ直しててお庭からね話し声が聞こえたりしておりますが、とりあえずトレーダージョーズかな、行ってこようと思います。行ってきます。お家帰ってきました。リビング誰もいないけど、お帰りで出てきてくれてたんですけど、あ、ポビク聞いた。はい、ただいま、ありがとう。伸びしてんの？よく伸びて、ストレッチしないとね。ポビクんだぶん毛が伸びたね。タムちゃんも聞いた。はい、タムちゃんもただいま、どうもありがとう。お留守もありがとうね。ということで、お買い物してきたものですね、トレーダージョーズとウォルマートにも行ったんですけど、ルッコラとシュガープラムトマト、もうこれねほぼほぼ食べきってるので、この前買ってきたやつで、あとタコミックスを2つと、冷凍のちっちゃいエビですね、ユズのホットソースを購入してきました。それからウォルマートで、そう、そろそろねこのテーブルクロスをね変えたいなって思ってて、この前行った時ね丸型のがなくて、で今日丸型あったからこのフルーツ柄のを購入したのと、この前このねギザード砂肝も購入したんですけど、美味しかったので砂肝と、で久々に私ドラムスティックのね酸っぱ煮が食べたくてね、なのでドラムスティックも購入しました。あとゲストルームのこのねプラグが壊れたのね、でずっとね使ってなくて、でもなんかねあの部屋匂いがこもって結構香るので、プラグを買ってきました。そしてこのファブリーズのエアフレッシュナーっていうのかな、まああんまりにもちょっと香るときはシャーっとしようかなと思って、まああんまりねトミー、サム、サニーがねいるときには巻かない方がいいかなと思うから、人間いるときだけね、出入りするときだけ巻こうかなと思いますが、以上になります。洗濯機が力いっぱい回っておりますが、今日はね日差しはねあるんだけど涼しいからね、できる限り早めに散歩出ようかなと思っておりますので、まあお父さんと相談してね出ようと思っております。ということで、お散歩行ってこようと思います。今日どこまで行きますか？行こう。ちょっとよくわかんないけど捨てるからね。まあいや、とりあえずお父さんについてこう行ってきます。風が冷たいけど、でも日差しがあるだけ暖かいね。日陰に入らない方がいいね。なんか鳴いてない？虫かな。虫が鳴いてるんだ。お散歩するにはちょうどいい陽気ですね。ゴルフ場の入り口まで来ましたね。いや、ポメタクシャボーボーだから、また次にしよう。クシャなくなったらにしよう。写真撮りたいんだよね。ママも撮りたいよ。お友達いた？お父さんチラチラ見ながらポメ歩いてるけど、お利口さんよ。さあ、じゃあ我関せずですけど、いい子だもんね、ポメね。いい匂いするね、ポメね。バーベ
きやってる匂いがする。ポメ君大喜利行為じゃん。この花が咲き始めると入ってくんだよ。でこれつくのよ、ネトネトしたやつが。アブラシャンチでも咲いてたでやんちよって言ってるよ。お家帰ってきました。お水飲むって。まずはお水飲んだらお父さんのとこ行ってください。行ってください。スルーしたけど。じゃあやほいだらね、ご飯の時間までゆっくりしててくださいね。このチョビはどれぐらいあげていいの？好きなだけあげて。猫入れとくよ。買ってきた砂肝をね、茹でたので、今日は砂肝カレーだな。お肉は私が入れとじゃん。豪華に調理を感じて、チョビを食べるのがサメちゃんの方が入る。お腹すいた、めっちゃお腹鳴ってる私。で人間用のね、砂肝もある。つまみ食いしながらやってます。はい、すみません。じゃあお座りは、お代わり、お手、お手ください。おいしいですか？まだやかない。まだ窓閉めへん。閉めていいよ。もう食べながらやんの？はい。いや、楽しないよ。はい。今日は固めにできてる。打ち粉なしでベタつかないぐらいがちょうどいい。チーズ焼きから行くの？よ。行っていい？はい。今日は何粉で？今日は米粉を 30g だけます。この前は4分の1だった。割合少なくしたらどうなるかなと思って。打ち粉しなくて良い生地は乾燥するから、ラップ包んでおかないとバッキバキになる。なんか米粉が入るともちもち感減るよね。うん、お腹いっぱいになるよね。うん、うわー、くっつく、お手手にくっつく。濡れてるからじゃない？手が。お前が夏フライパンさん。そうそう、忘れてた。今日は寒い。まあ、冬の時刻してる。まあ、ヒートテック着てないけど。うん、なんかパリパリになる。ここなる、うん。一番初めにやった時は何やった？そう、もちもちで美味しかったけど。一番初めにやったらずっとこれでした。前回からね、違うんだけど。あー、どこやったっけ？あー！あったらいいの。やっちまった。大丈夫？伸ばそうか。ちょっとネトネトしちゃったよ。が入った。Thank you, thank you。ファインプレーやな。そうか。ということでね、準備できましたので、そう、うちはタコチューズデーを採用したとね、先週お話ししておりましたが、採用して初めての火曜日ですね。まあ、いつもと変わんないかな。まあ、サルサの量が対応です。そして、まだアスパラがあるのと、おつまみの砂肝ですね。ということで食べましょう。今日もどうだった？やっぱなんか違った？あ、あの、前回よりは全然。面白いね、本当にね。ね。さあ、食べようぜ。元さん一杯やっておりますね。今日何飲んでんの？ウォッカ飲んでんの？酔っ払って寝ないようにしてくださいね。はい、まだ仕事します、ね。はい、今日はお肉から行くんですか？はい、それぐらいの変化は加えないと。あ、そう、さっき買ってきたテーブルクロス敷いたんです。夏っぽくなったでしょ。種めっちゃでかい。さっきからそればっか言ってんだ。クォーターミルの種がでかい。アスパラ美味しいよね、これ紫のやつ。うん、みずみずしいの。日本にそのままおったらタコスなんて食べてた？タコスは食べてないかもね。俺も食べてない自信があるわ。タコベル入ってきてさ、また戻ってきてさ、アメリカ在住経験あったから何かは分かるけど、うん、どうやろうね、食べてなかったかな。マジで砂肝美味しい。どうぞ。うん、これはお腹張るわ。やっぱ米粉入れるとお腹くなるよね。うん、もちもちというよりもなかなかしぶとい。ていうか急に空気清浄機がやる気出したけど、関係ない止めたから。美味しそうに食べて。うん、美味しそうね。その顔。
いつも顔芸してんのお父さん。よし、じゃあ私も包んで食べ始めよう。ただいま12時過ぎです。今日はね、食休みでね、そこ座ってたら私も寝ちゃって、お父さんもお仕事戻るって言ってたんですけど一瞬起きたんだけどね、また寝ちゃいましたね。うわ寝ちゃったと思って慌てて起きてね、キッチン片付けてなんだりかんだりしておりましたら12時になっておりましたね。まあということでね、小美さんもね寝かして、お父さんがね起きるまでね、あ、起きてるお風呂入るお父さん、タムちゃんも寝かすから、どんどんね、寝る準備していこうと思います。今まで寝てたけどね。のびしてましたね。何がおやすみ。最後ご飯食べた後は、ずっとクレートの中入って寝寝してたんですけど、私がね、ここでね、横上げたの。お父さんあっち側だったんですよね。最初私がここで横上げたの。そしたらいつの間にかね、やってきてね、私の太もも枕にしてね、寝寝しておりましてね、なんか暖かいなと思ったらね、サニカがいたんですよね。私がね、ゴロゴロしてるとね、いつの間にかどこかしらからやってきてね、もう絶対にだね、ぴっとりくっついてね、行ってくれるんですよね。本当私がちょっと休憩と思って座ったりとか始めるとやってくるので、どうやって感じ取ってるのかなとは思ってるんだけど、必ず来る。休憩タイムですね、のんびりしてる時はね、サニク絶対いますね。で、私が起きた後はね、またクレート戻ってましたけど、シャワー行った後こちらに戻ってきたみたいですね。ねえサニク、いつもくっついてくれるんだよね。サニクね、温めたるぞーってできてくれるの、ありがとうね。もしかしてサニくんが寒いんじゃないの。今日寒かったよねサニね。サニには寒かったと思う。まあ涼しいのは今日までかな。明日から少しずつ気温上がってくるみたいだから、サニくんまた暖か暖かなってくるよ。サニくんにとっては過ごしやすくなると思いますよね。暖かくなったりね、寒くなったりね、変だねいい子いい子してたの。はいはい、サニくんは超甘えん坊さんなんだよね。今日も一日ありがとうね、よく寝寝してください。おやちゅみん。本日もすごい格好で寝寝しておりますね、ボムだね。リラックスですね。モミナもおやすみ。今日もお仕事ご苦労様でした、モミナ。昨日は残業だったんですよね。結構遅くまで残業してたんですよね、ボムね。今日もお父さんご飯の後ね、お仕事するって言っておりましたが、寝ちゃったのでね、今日はお仕事しなかったんですけど、昨日は食後ね、すぐね、お仕事に戻って、11時半12時ぐらいまでかな、お仕事しててね、ポビもだけどサムもね、ぴっとりくっついてね、お仕事監督しておりましてね、昨日はねみんな労働時間長かったんですけど、そしたらまあもうすっごい疲れててね、はふーんって言いながらね、ミッキーさんの中でねお仕事終わった後寝ておりましたね。ねえもみさん大変だったんですよね、お仕事ね。今日も残業の予定だったらしいですよ、ポメタン。そしたらもっと大変なってたね。お父さんお仕事しないとまずいかもしれないけどね、ポミにとっては良かったでしょうね。明日もね、朝から忙しい忙しいだと思いますのでね、このままねリラックスで寝寝してください。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやちゅみー。ごめんね、しょぼしょぼしてますけど、尻尾がお顔に当たってますよ、サムちゃん。サムちゃんもおやすみ。サムちゃんも眠眠でしゅね。この尻尾邪魔じゃないの？おめめしょぼしょぼしてる原因これじゃない？そう、尻尾キュッと中入れたらいいね。そう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 。そしたらね、寝しやすいと思う、サムちゃん。ため息つきましたけど、起こしゃないでよ、みたいな感じなのかな。あたちもお疲れですね。お仕事でお疲れっていうよりかは、サムちゃんは遊ぼうでお疲れなんじゃないです
ですか？サメちゃんはね、ご飯食べてるとね、何食べてるのって椅子乗ってきてね、脇のね、下からね、顔出してきてね、見てるんですね。サメちゃんね、食べれないのよ、言ってもね、じっと見てて。まあでもね、ちょっとポロッと怒ったものとか、そういうのはね、もう絶対に食べない。興味があってね、お鼻ヒクヒクさせて匂いは嗅いでるけど、遠くから匂い嗅いでるっていうのを近くにこう行って匂い嗅がないし、あ、落ちてきたパクッっていうのもない。それなーに、それなーにってね、ずっと聞いてるだけでね、食べたりはしないんだよね。まあ怒られるって分かってるからだと思うんだけど、怒られたくないからね、サブちゃんね。とにかく怒られたくないの。まあですがね、お裾分けはね、待ってるんだよね。何かもらえるかもしれないと思って。まあデザートでね、リンゴ切った日はね、必ずみんなでシェアするしね。そういうね、楽しみがあるのでね、待ってますね。で、ポミも冷蔵庫からリンゴ出してくると匂いがするみたいで、タタタタタってね、出てきてね、リンゴちょうだい言ってますけど。ね、サムニャン。何食べてるのかすごく気になるのよね。そしてお首相分け楽しみにしてるのよね。もうあたち眠眠よ。お話終わりね。言ってますはぁ、あ、わかりました。じゃあお話終わりにします。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝してください。おやすみ。本日はこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいま2時になります。お父さんはですね、まああの後すぐにね、起きまして、ささっとね、シャワーを浴びて、シャワー浴びてる時はね、ちょっと仕事しないとまずいから、出たらある程度仕事しよっかなって言ってたんですけど、どうやらね、やっぱり眠かったようでね、そのままベッド入って、でもうほぼほぼね目がくっつきそうな状態で動画を見ておりましたのでもう寝てるんじゃないかなと思います。ということで本日はまあいつも通りの一日だったかな。お家のことなんだりかんだりこちょこちょやって、まあちょっとねお買い物も出たんですけれども、まあとにかくね昨日から気温がね下がりまして、まあ日曜日もちょっと涼しかったかなとは思うんだけど、月曜日ね雨が降ってガクンとね気温が下がって、月曜日の夜ね夜の方がガクンともっと気温が下がるから、それでね今日ね午前中とにかくね寒くてね、そうだな、私がお買い物行く頃からちょっとずつ太陽の力で空気が温まってきたっていうのかな、日差しがねあるところは暖かかったんですけど、なのでねお散歩はね半袖ショートパンツで行けたんですけど、お父さんがねもう5月も終わりですけどね変な陽気だねなんて話しておりましたが、まあですが明日から少しずつね気温が上がってくるようで、来週の月曜日はもう31度になるとね天気予報になっておりましたから、またね暑い日が戻ってくるんじゃないかなと思います。それからですねもう私たちですねタコスにねドハマりしておりまして、先週のね木曜日かな、うちもねタコチューズデーにしようかなんていうね話をしていたかなと思うんですけれども、大抵そういう話をお父さん忘れちゃうんですけど、食べ物のことだからなのか、それともタコスが好きだからなのかってちょっとわかんないんだけど覚えてて、毎日ね今日の夕飯どうするのって聞かれるんですけど、今日聞かれなくて、今日はねタコスの日だってね思っていたようでね、ある程度準備できたら呼ぶからよろしくねってね言ったら、もう何のこととかも聞かずにおうって言ってね、でね自分はねもうトルティーヤ焼く担当だとね思っているようでね、もう一連の流れができてるからささっと準備してねトルティーヤをね焼いてくれまして、今日はねこの前米粉を4分の1入れたんですけれども、それよりもね少なくして、いつもねお粉200でやってるんですが 30g だけ米粉にしたんですけれども、米粉を 50g 入れたバージョンと強力粉 100% のバージョンの間ぐらいのものができて、おおなるほどねって思ったんですが、まあですがね前回もお父さんとね話をしていたんですけれども、米粉入れるとまあお腹が膨れる、強力粉 100% に比べてお腹が張るんですよね。なので食べ終わった後もお腹がね張っきれそうになって、まあそこまで食べるなって話なんですけど、次回は米粉を混ぜるんじゃなくて薄力粉混ぜてみようかな、どうしようかなと思ってるんですが、お父さんねやっぱり強力粉 100% が気に入ってるみたいなので、時折ね実験のためにお粉ねブレンドしてみて、基本はね強力粉 100% で、これからですね毎週火曜日はタコスにしようかなと思っております。サニグがねお手入れをしておりますね、お腹をお手入れしてますけど、可愛いんだよねこのね格好がね、すごく可愛いんだけどあんよ伸ばしてね、いつまででもね見てられるなと思いますが、まあね本日もねこの辺りで電気消してベッドルーム行こうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。